こんにちは。ランチですか？今日は生徒会室で作業があるんで、気分転換してただけです。片付かないとお腹が減らない性分なんです。では。ああ、これではあなたの分がなくなってしまいますよ。忙しいとつい食べるのが億劫になります。はい、お母さんみたいですね。遠慮なくいただきます。美味しそうなチキンだ。ごちそうさまでした。では、生徒会室に行ってきます。そこまで甘えられない。あなたは自分の仕事はちゃんと終えている。残務はすべて僕のです。生徒会の仕事は、僕がここにいさせてもらってる条件ですから。わかりません。どうしたんでしょう。急にあなたの顔を見たくなった。おかしいですね。せっかくですからあのベンチに座って話しませんか。ベンチに座るということはあなたの隣、そこに僕がいる。それだけで嬉しいんです。行きましょう。今度の日曜日、空いてますか？ショッピングモールに行きませんか？買いすぎに注意ですけど。ありがとう。待ち合わせはどうしましょうか。承知しました。誘いに応じてもらえるってこんなに嬉しいものなんですね。じゃあ当日を楽しみにしてます。彼女のお弁当を半分いただいて。こんにちは。ランチですか？生徒会の仕事は僕がここにいさせてもらってる。
少し力湧いてきた。あなたがいなかったらと悪い想像ばかりしてました。ありがとう。でもあなたの優しさに甘えるのはもうやめだ。ん？その目いけませんね。どちらへ？もちろんいいですとも。どうしました？自分だけひどい人だ。ああいいですね。これたまにはこんな服も着てみては。ごめん、僕は冗談が下手だ。こんなはずじゃなかったんですが。うん、こういう日だってありますよ。どうしました？この後まだ時間はありますか？よかった。じゃあもう少し一緒にいましょう。ん？いいですね、こういうの。何？ええ、音楽は好きです。でもジャンルにこだわりはないかな。気に入った旋律があれば。歌謡曲、演歌、ロック、何でも。ああラップというジャンルはちょっと僕には難しいかな。劇団員に勧められて聞いてはみたんですけどね。あ、今僕とラップのミスマッチ加減で笑いましたね。いいんですよ。でもね、ミスマッチから何かが生まれるかもしれませんよ。どういたしまして。おやすみなさい。ん？帰りづらいですよ。そうですか、なんか嬉しいですね。いかがでしょう。ええ、もしかするとあの日からかもしれません。少し早く打てるようになったのは。前にあなたと蛍の住処に行ってパワーをもらった日です。ええ、右手は湧水から、左手はあなたから。ほら、ちょっと左手の方が調子いいかもしれませんよ。あなたのおかげかな。すいません、養生テープとゴミ袋ください。
どっちもないけど。はい、養生テープとゴミ袋。ヒイラギ、サンキュー、借りてくよ。在庫が心もとなかったので購入してきました。すみません、段ボール箱ありますか？オッケー、3回押しとく。管理ノートとカウンターを併用するなんていいアイデアでしたね。来年以降も資材担当の伝統になりそうですね。僕もあなたのように手元のことから見直す目線を持ちたいな。アミさん、お見事でしたね。さすがです。はい、生徒の皆さんも外部からのお客様もとても満足そうでした。疲れてませんよ。大丈夫です。さっき笑いましたね。ええ、もちろんです。僕はこの時間が好きって言ったでしょ。寝たりしませんよ。ありがとう。もう少しやっておきます。なるほど、噂のおしゃれ番長とはあなたのことでしたか。最近のマリー、おかみさんみたいね。していることに気づいているかはちょっとわからないけど、座長なら大丈夫だよ。散々演技してきた恋物語とリアルな恋物語がもうすぐリンクするはず。そしたら情熱的な矢之助さんが見られるんじゃない？あなたと過ごす一日は特別なんだ。この感覚、少し尾を引くんです。どうしました？またそんな目で見て。この後まだ時間はありますか？よかった。じゃあもう少し一緒にいましょう。何？掃除って言ったら笑いますか？いいえ、
褒められたものじゃありません。正確には掃除グッズの収集、ついつい買ってしまうだけです。ええ、楽しいし気持ちいいです。汚れがパッと落ちたり、綺麗に片付いたりね。ああ、最近気になっているのはお掃除ロボットです。あれは邪道です。どういたしまして。おやすみなさい。ん？もう手が寂しいですよ。チーズ。チーズ。面白い挨拶ですね。朝から美化運動なんて固いことやってんだから、挨拶くらい砕けてた方がいいんだよ。なるほど。アミさん、チーズ。ええ、おかげで朝からあなたの笑顔が見られた。いいことを教えてもらいました。今週は僕の番です。この挨拶であなたの笑顔が見られると思うと、掃除好きの僕には2つのご褒美です。ああそうだ、聞いてもいいですか？何人かの方が僕を見てレレレと言うんですが、なんだかわかりますか？なんでしょうね。まあ楽しそうでしたからいいことだと思います。それではほら、サボっているとあっという間に落ち葉が。ええ、あなたの驚く顔を期待して。うん、その顔もいいですね。いえいえ、どうしました？ぼーっとして。どうしたの？にぎわってますね。どんな商品があるのか楽しみです。にぎわってますね。視線とはくすぐったいものですね。雑多な感じがお祭りのようでいいですね。ええ、でもそんな簡単にできるものなんですか？にぎわってますね。こっち見て。次はもっと楽しんでもらいたいな。今日はありがとう。ん？あなたの隣は落ち着く。この後まだ時間はありますか？よかった。じゃあもう少し一緒にいましょう。照れますね。今とはある意味別人でした。劇団の中という狭い世界だけで生きていたから。
狭い箱の中で、その箱ごと全国に運ばれていたって感じかな。あ、でもそのおかげで各地の特産品には少し詳しいかもしれません。楽屋見舞いの差し入れやごひいき様からのいただき物でね。当時の僕には難しい味が多かったかな。あなたからの呼び出しならいつでも受け付けてます。どうかした？ありがとう、嬉しいです。もしかして顔に出てた？連絡をもらってここに来るまで少し期待してしまって。でもほら、そこは役者ですから必死に抑え込んでいたんです。じゃあ白状する必要なかったか。改めてありがとう。あなたらしい、すごく嬉しいな。大切に使わせてもらうよ。どうもありがとう。こんばんは。驚かせてごめん。どうしても直接渡したくてね。そしたらこんなタイミングになってしまいました。少し遅くなってしまったけれど、お誕生日おめでとう。これ受け取って。こちらこそ、やっとその顔が見られた。これで安心して学校で会える。お邪魔しました。やっとだ。メリークリスマス。あなたを見つけてからここにたどり着くまで長かった。なるほど、原因が分かった。なかなかたどり着けなかった理由はそのドレスとあなたですね。他の男子が行く手を阻むのも分かります。エスコートするふりをしてさらってしまっていい？半分冗談です。あなたを独り占めにすると後が怖いから、少し空気を読みます。ではまた。アミさん、聖夜に小さな奇跡が起きました。あなたを思って用意した品が本当にあなたのもとへ。
こんなことが起こるんですね。生徒会執行部でプレゼント交換を運営してはいますが。いえ、そんな無粋なことはしません。こんな夜に僕たち二人に奇跡が起きた。それだけです。今、ここで開けてもいい？僕のことを考えながら選んでくれた？なんて。ありがとう。大切にします。冷えますね。準備運動をしっかりしましょう。ん？ああ、ダメです。あなたのスキーの腕前は？僕も同々です。はあ、二人で立ってても仕方ない。ロッジで見学にしましょう。なんとか怪我なく終えられました。心配はご無用。それにもう一つ楽しみを見つけました。この後レストハウスの横で鎌倉カフェが営業するそうです。無事に終えられたことに乾杯。甘酒温まるね。昔東北の小学校に少しの間通ってました。その時校庭に鎌倉を作ったんだ。結構本格的に作りました。水神様も祀ってね。でも僕は入れませんでした。完成前に転校。またそんな顔して。僕の昔話のオチは大体こうだよ。その度そんな顔されたら思い出話もできない。でもこうやって数年越しで鎌倉に入れた。それに水神様じゃないけど綺麗な女神様も一緒です。あれ、ちょっと酔っ払ったかな。やっと笑ってくれたね。あなたとの時間が終わってしまうのが寂しい。思ったことが口に出てしまいました。ん？あなたの隣は落ち着く。君の家まで送ります。これでまだ話ができます。ん？この後どうしましょうか。どうしました？帰りづらいですよ。